夜のアレーナスフェリステリオマチェラータ音楽祭は、イタリアのマチェラータで毎年夏に開催されるオペラ、音楽祭。7月から8月にかけて3つないし4つのオペラ公演が行われる。正式名称は、会場名からのスフェリステリオ音楽祭。会場のアレーナスフェリステリオは1820年代に建設された、新古典主義建築の競技場である。 収容人数は3500から4000人。1921年に初めて音楽祭が開催され、ジュゼッペ・ベルディのアイーダが上演された。公演は17回行われ、7万人を動員した。翌年にはアミルカ・レ・ポンキエリのラ・ジョコンダが上演されたが、その後、45年間にわたって音楽祭は途絶えてしまう。1967年から、 再び音楽祭が開催され、ジャコモ・プッチーニの、蝶々夫人とベルディの、オテロが上演された。再開された当初は19世紀から20世紀初めの、有名なイタリアオペラがメインだったが、その後より、新しい外国作品も上演されるようになった。また、ケンラッセル演出の、蝶々夫人では、バイシュニアドという設定だったり、フランコ・ゼ・フィレッリ演出の、カルメンでは、 ニューヨークの暴走族という設定だったりするなど、斬新な演出が見られた。また1989年に550席のラウロロッシ劇場が改装され、翌年よりここでもいくつかのオペラが上演されている。音楽祭では、財政上の理由から、ルチアーノ・パバロッティ、プラシド・ドミンゴ、モンセラート・カバリエ、マリリン・ホーン、カーティア・リッチャレリ、 レナートブルゾンな大衆が喜ぶ有名オペラ歌手の招平に重点が置かれていたが1990年代は国際的な歌手の参加の減少で人気の高い大スペクタクルのイタリアオペラへの回帰が見られた現在は2006年に芸術監督に就任したピエール・ルイージ・ピッツィによって改革が進められているピッツィは年ごとにテーマを設定して 演目やステージ構成に統一感を持たせた。ありがとうございます。